一挙からスタートしましたこのみチャンネルです。よろしくお願いします。私ですね、ハンドメイドの帽子屋をしておりますコロルのコノミと言います。よろしくお願いします。この番組ではゲストを紹介して、あのゲスト様が今頑張ってること、やっていきたいことなどをお話ししながら、番組を進めていこうと思います。そして、今日はですね、コロルのインスタグラムの方からインスタライブをつなげてお送りしておりますので、ぜひそちらからも質問等な、よろしくお願いします。コロルの写真をお願いします。 QR コードこちらから、ダウンロードしていただいて、インスタライブの方をつなげていただくとこちらからも見られるので、質問の方こちらから送っていただいても OK ですので、よろしくお願いします。はい、私事なんですが、こちらね、こんな帽子を作っております。写真を出してもらってもいいですか。そう、こんな感じでね、子供用の帽子とちょっともう一枚あるんですけど、そう、これは大人用の帽子でね、こんな感じで帽子を作っておりますので、ぜひまたコロルのインスタグラムの方で載せてますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、早速ですが、本日ゲストをお呼びしたいと思います。本日のゲストは男性ユニットの青なぎより青なぎのなぎさんです。よろしくお願いします。どうもお願いします。よろしくお願いします。早速インスタライブの方を見てくれてます、はるちゃん。やっほー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、まず早速ですが自己紹介の方をしていただこうかなと思います。どうぞ。生放送なんでね。はい、生放送です。男性ユニットライバーやってます。今日ちょっと相棒の方が、来れてないんですけど、いつも2人で配信してて、なんだろうね。リラックスしてください。そうですね。そうくんっていう人と俺なぎで2人で、そうなぎなんだけど、そうなぎのそうだとなんか何バランスが悪いってことで、そうっていう字が青っていう字なんですね。それで青なぎっていうことで青なぎチャンネルでやってます。はい、なぎです。よろしくお願いします。終わり終わり。ちなみに青なぎさん、今、うん、ポコチャの方でいつも配信をされてまして、毎日そこあれ違う、うん、そうと毎日、はい、毎日配信してます。毎日そう、夜8時半はい、20時半から22時15分ぐらいまで、はい、配信しております。青なぎの写真を出してもらおうかな。あ、そうっすね。紹介の QR コードも、うん、これこちらです。はい、はい、とか男性ユニットライバー青なぎチャンネルということで、はい、主にイラストレーターさんですね。そうですね、仕事でイラストレーターの仕事をしてるんで、はい、イラストを使って結構こうなんだろう、月々のアイコンを作ったりとか、あとリスナーさんたちの似顔絵アイコンを作ってみたりとか、はい、いろんなことしてます。そうです。で、QR コードね、こちらから撮っていただくと、これはポコチャの、ポコチャとインスタと TikTok、 ツイッター、まあ、いろんなところに飛べるようになってるんで、はい、はい、ポコチャも飛べるんで、ぜひぜひこちらから読み込んでもらって、で、どんな絵を描かれてるかというと、次の写真お願いします。あら、あれ違うね、あれあれ、先にこれが出てしまいました。そうだね、じゃあこっから行きましょう。ちなみに昨日昨日ね、コスプレ配信をしたんですけど、そうでした。OK です。もう一回出してください。もう一回出してください。いや、俺らのミスだ。ミスだ、ミスだね。はい、すいません。はい、しかも、うん、あれだね、はい、いろいろマスクちょっとずれてるよって来てますよ。どっちだ。これがポコチャ内での配信で、これは昨日の写真なんですけど、月に1回だけリスナーさんのリクエストのコスプレをやるってことで、まあアナという人ですよね。あれ、これ反対じゃなかったっけ、最初反対だった。もう1枚、次の写真お願いします。はい、
あ、これですね。本来はこっち。最初こっち。最初こっちで、途中でカツローズ、交代するっていうね。そう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 、はい、こんな感じで。で、もう一枚、コスプレあるんですけど。そうですね。お願いします。先月ですね。先月のコスプレが、はい、擬人化のドラえもんとドラミちゃん。かわいい。もうこれもそもそもリスナーさんたちのリクエストがなんで女の子になるのかっていうところなんですけどそうね、はい、確かにこれがリスナーさんからのリクエストでこんな感じでね月1回コスプレ配信など、ね、イベントもねたくさんやってます ね、 そうですね。基本企画系のエンタメ系の配信がメインでビンゴ大会だったりクイズ大会あと間違い探しとか、まあ、みんなで楽しい時間を過ごせるようにっていう、まあ、お祭りを意識したような配信してます。はい、そうなんです。私も時々に遊びに行かせてもらってますが、はい、そんな感じで配信しております。で、旅行の話しようかな、まあ、旅行の前に、あ、違う、その前にアイコンどんな絵をか見て大きくなったよそうだね、本当ね、これは何これのび太くんなのかな、あれ、ね、違うよこれ何なんかそのこれもまたネタがあってもともとはドラミをやってたんですけど途中で熱くなってズラを外したんですよ。ああ、なるほどなるほど。そしたらなんか あれコナン君になるんじゃないっていうことでその頭につけてたのやつを首に蝶ネクタイにして眼鏡つけたらあ、なるねって話をしたっていうなるほどね、わけわからんことしましたね。なるほど、ありがとうございます、はい、そうで、こんなことをやっておりますが、イラストをね、メインのイラストをこんな感じのイラストを描いております。そちらも写真お願いします。はい、これは月々アイコンみたいな感じで今プレゼントしてて、5月に、まあ、また後々話すんですけど神戸の方に行って、で神戸の黄色い方のアイコンで、次に6月に岐阜の方行って岐阜のアイコンで、7月に愛知で、今月ちなみに和歌山に行ったということで、毎月1回ずつどっかの旅行配信をしてるっていう感じでやってます、はい、そう、私もちなみに2つ持ってますこのアイコン。スタンプラリーみたいで、そう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 、集めてもらえたら嬉しいな。そうそう、毎月集めていただくとねちょっと面白いので、ぜひポコちゃんの方覗いてみてくださいね。そう、こんな感じでイラストは基本的にこういう動物の絵が、そうですね、動物好きですね、うん、そうですね。 あとはやっぱ似顔絵を描いたりとかで、うん、これが大体今うちでやってる、まあ、稲葉物置さんの CM があるじゃないですか100人乗れるっていう、あんな感じにどんどんメンバー増やしていって、はい、最後何人乗るんだろうねっていう楽しみにしてます。そう、このアイコンじゃないわ、この絵は、ちょっとポコちゃんのねルールがいろいろあるんですけど、まあなんて説明したらいいんだろう、ある程度ちょっとね仲良くなると、ね、このアイコンの乗られてる方今何人いるんですかね、今ここだと5人ですね、今5人乗ってますね、はい、で今月また3人乗るんで、うん、来月にはまた私も乗りたいんだけど、はい、なんで頑張って仲良くなるとこの船に青薙が絵を描いてくれてこの船に乗れるっていう、そ う、ね、そう企画をやってるので、はい、ぜひねその辺もよろしく。ちなみに今まだあれイカダですけど、あれどんどん豪華客船に変えていくつもりなんで、はい、ワンピース的な、そうですね、メンバーが増えればねグレードアップすると思うんで、うん、そうそう頑張ってますので、はい、ぜひ皆さん覗いてみてください。はい、他にも旅行配信を、あ、そうですね、旅行配信メインで今やってますね、月1回。ポコチャを始めたのが何月でしたっけ。ポコチャを始めたのが、5月の頭からです、はい、5月の頭からで、初めの旅行配信が、兵庫県の神戸、神戸の写真、はい、これなんですね、すはい、綺麗でしょ、綺麗、これ有名な姫路城、姫路城撮ったんですけど、これ正直写真はいい感じで写ってるんですよ、この裏ですごいことが起きてて、あ、そう、何裏で、たまたまこれを写真撮った後にちょっと俺トイレに行きたくなってダッシュでトイレ行ったんですよそしたらトイレってで、まあ、お腹痛かったんで台の方行くじゃないですか、うん、ありがとう、で、まあ、座ってトイレに行って流した瞬間に全部が溢れてくるっていう、あ、逆に来ちゃったってこと、はい、ズボンから足まで全部びしゃびしゃになるっていう事件が起きてもう、はい、写真とは裏腹に、裏腹にね、こんな綺麗な写真とは裏腹に、はい、大変なことが起きました。なるほど、まあ、旅行にはねそういうトラブルもつきものということで
大体毎月何かトラブル起きてるんだよ。そう何かねトラブル起きてますが、まあ、こんな感じで、はい、もう一枚ありますかね、神戸の写真。 ありますね。これもだ。はい、あこれまあこれポコチャの画面なんですけど、うん、こんな感じでねポコチャで配信してるんですけど、まあ、下にコメントがあって、でもこれカンガルーのねお尻撫でさせてもらってるシーンですね。すごいシーンの写真いただきまして、はい、そうこんな感じで旅行中もそうです ね旅行をみんなと一緒にしてるよっていう感じでやっていくって感じですね。そうで、いやあの旅行以外の時でもよくねあのイオン、あイオン、イオンですね。そう、はい、イオンに行ったり、あの100均とかなんか行ったりとか、そうですね、なんかそうお出かけ、ちなみに大須も一回ありますよ。大須で配信したりとかも。おーなるほど、はい、そんな感じでお出かけ配信もよくしますね、されてます。はい、はい、で次の写真もお願いします。これは何ですか。あこれもね、神戸の時の神戸動物王国って分かります？はい、分かりません。結構神戸で有名な動物王国あるんですけど、もう本当に見て触れる距離に、あれ猿なんですけど指さしてるの、猿がいて、まあ上からおしっこまたそっちか。ああ、そうだったね。なるほど、かけられちゃったのね、はい。ついてる、運がついてるって言えばいいのかな、まあ、うん、しかつかないねっていう感じでね。そうこれが神戸です。それが5月、この5月、5月、はい、のアイコンがさっきのね黄色いアイコンになってますね。黄色アイコン、そう、はい、でその6月、その次の月6月はどこに行かれたんですか。6月は、俺らのね住んでる岐阜県です。岐阜県、はい、旅行っていうのか分かんないけど岐阜の高山の方にね行って、はい、旅行しました。すごいいいところ。ここはこれ高山の市街地ですね。正直いてる人たちがやっぱ海外の方が多くて、そうなんだね。写真はあんまり海外じゃないけど、ね、そうだね。そんな感じで高山、あとなんかここではバーベキュー、あとそうですね、俺キャンプしに行ったんで、そっからまた2時間ぐらいかけるんですよ。こっからさらに2時間ぐらいかけて山の奥行ってキャンプ、はい、もうね肉しか食うことないです、ね、これは何の肉。これちなみにワニの肉です、ね、ワニの肉、はい、すごい。ワニの肉とか、ワニと普通の豚肉ですね。ワニの肉って食べます？いや俺も分かんない。これ正直俺じゃないですよ。もともと一緒に行った友達がなぜかワニの肉を持参してきて、あのせっかくね高山だから飛騨牛食べようって言ってるのに、あのちょっと俺のワニの肉置かせてとか言い出して、ね、なんか飛騨牛食べるより先にワニの肉をいただきましたね。味はどうだったんでしょう、うん、ちょっと弾力のある鶏肉、美味弾力のある鶏肉、美味しかったっていう感じではない、ご想像にお任せします、うん、そういうことですね。なるほど。そして次の写真もお願いします。あそうですね、これ最後にあのちょっとした滝があったんで、これ高山の滝です。高山の滝、はい、高山滝、有名な滝、全然知らない滝、あ知らない滝ね、知らない滝、打たれては来なかったんですか。あ打たれては来なかった、打たれては来なかった、そう相方のね、そうくんがいますけど、はい、そういつも2人でね、だいたい旅行してますね、そう旅行してます、はい、脱線しますけど2人はとても仲良しでですね、ぼこちゃんの配信よく BL って BL? BL なのとかね、よく言われるね、よくそう言われてるんですけど、はい、お友達歴がとっても長いので、もう何年、16年目です。16年、はい、そうずっと一緒に寄り添ってるね2人なのでね、とっても面白いというか、なんて不思議ななんかこう絡み合いの配信をしておりますね。写真見ても仲良しのが伝わってきてるのか、伝わってないですか。そうこんな感じの2人です。はい、はい、そして、7月、はい、7月は愛知県豊橋の方に祇園祭って有名じゃないですか。祇園祭って花火、はい、映ってないですね、うん、花火映ってないね、花火映ってないですね。これまたなんでここ行こうと思ったかというと、3時間なんですよこの花火が、はい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 、長い花火3時間ってあんまり聞かないじゃないですか、うんうん、1万200発か、あ違う、1万200発少なくない、1万2000発1万2000発、そうだね、1万200はちょっとないと思う、1万2000発ですね。そうっていうことで、とりあえず6時ぐらいから花火が上がりだしたんですけど、6時ってもう音だけだよね、何も見えない、ただ、ま、なんか言ってんな、パンパン言ってんなって感じから始まって、どんどんこう暗くなってくるとやっぱりこう花火が生えてくるんですよ。生えてくる、なんかこうなんていうの、あれじゃない、映えるってこと、そう映えてくる、なるほどなるほど
なるほどなるほど、はいはいはい、映えてくる映えてくる、はい、そう映えてくるんで、そうこれちょっとだけさ、ちょっとだけ上の方に映ってるのは若干これ多分違いますね、心霊写真あこれね、これ花火じゃない、知らない、失礼しました、これ花火じゃないそうですが、はい、この時もこう花火配信をあの実は、ね、はい、しておりました、そうですね、はい、ちょうど自撮り棒持ったら配信中ですね多分ねはい、そうそう、この時は配信、花火配信してて、私もちょっと覗かせていただいたのでちょっと見たことある写真だなって感じなんですけど、そう、あの覗かせていただきました、はい、あの今誰が見てくれてるのかな、もし見てくれてる方、ポコチャ見てくれてる方いるかな、あの実はですね、ここで暴露させていただくんですが、うん、あのポコチャ内でですね、あのたまに現れるみんちゃん、ご存知でしょうかご存知でしょうか、あのみんちゃんは、私でございます、あの今後ともよろしくお願いします、ここでネタバレ、ね、ここでネタバレ、そう、みんちゃんは実は私でございます、あ、まるまるとまるまるとコメントくださってます、ありがとうございます急に暴露、そうまさかのね、まさかのね、このタイミングで暴露そうそう、そんな感じです、はい、でも また行きたいなと思いました、やっぱ3時間の花火、うん、よかったですか、綺麗だった、よかったですね、やっぱ綺麗でした、ただちょっと河原で見たんでちょっと花火がやっぱちっちゃかったんですよ、あ、次はもっと真下で見たいな、なんか花火の後出店探しに行ってましたよね探しましたね、あのもう終わってましたそう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 、終わってました、そう、結局食べれず、食べれず、ね、食べれず、そう、私も今月かな、三重県の、はいはいはい、どこだったっけ、三重県の方に花火一回見に行ったんですよ、久しぶり、そこも1万パツぐらいは上がってた花火で、はいはいはい、めちゃくちゃ綺麗だったんで、そう、結構愛知県岐阜県三重県結構いろんなところで花火、ね、綺麗にそうそう上がってたのでね、うん、もう終わっちゃうけどまた皆さん来年ね来年ぜひ花火お越しくださいませませということで、でも今月ですね、あとは今月和歌山、和歌山行きました、和歌山、はい、どこ行くんですか、元々千葉行く予定だったんですけど、うん、あの台風が、あ、はい、台風が来ちゃって、ちょうど当日台風ってことで、いややめよう、台風逆らおうと、うん、で和歌山にしましたね、変更で、はい、和歌山もどこに行きましたっけ、熊野とかのが有名な、あの和歌山のなんだっけ、あの那智大滝ってわかります、那智大滝、はい、熊野古道とか、あ、熊野古道、はいはい、聞いたことある、が有名なところに大きな滝があるんですけど、そこの滝ってまあなんで配信してたんですけど、まあ、そこでちょっとハプニング起きたんですよ出ました、はい、聞きましょう、ハプニングね、はい、あ、200円でなんか杯みたいなやつ買えるんですよ、うん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 、杯みたいなやつを買って、こう陽明酒じゃないけどお水を飲むと長生きするよみたいな、お水が流れてるんですよ、でその隣にあの水をみくじってわかります、水をみくじ、みくじなんだけど何も書いてないんですよ、うん、それを水をくぐらした瞬間に文字が出るっていう、はい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 、まあ、これはやるしかないと思って水みくじ買うじゃないですか、でこう目の前こうバーって顔出してるんですけど、あの龍が水を、龍がね、龍がねそこにこうシュッて水かけてこう文字が出てきたらこう読んでるわけですよ、読み終わっておーすげーとかって言いながらみんなではしゃいでて、その後に買った杯開けてさあ飲もう、おーうまいうまいうまい、ちょっとソークも飲んでみみたいな感じで二人でね同じ杯で飲んだんですけど、じゃあそろそろ滝見に行こうか、パッて振り返ったら違う龍が水出してるんですよ、うんと思って、生命水って書いてある、はい、俺らが飲んだ水何違うとこの水飲んだのって、何の水飲んだんだろうねって言いながら、とりあえずじゃあこれも飲んでプラマイゼロにしとこうってことで、まあ、それもいただいて、はい、その後まあ滝を見に来ました何の水だったんだろう、いや多分水をみくじの普通の水じゃない飲んじゃダメな水だったんだよなるほど、お腹その後大丈夫、大丈夫でした、ね、でした、よかったよかった、やっぱりね、あの生命水も飲んでるから、あ、これですね、この写真、あ、これが滝です、そのまた滝というね、はい、なるほど滝ばっかやな龍があったところ
の、まあ、これよりもうちょい下です。あ、下に。下に龍が。なるほど、なるほど。それはそこでその水でも映ったんですか。ちなみにそれちなみに配信中にやってることなんで多分ね配信のアーカイブが残ってるんであなるほどなるほど、そっちでね多分ねやらかしてる姿見れますなるほどなるほど。じゃあ皆さんあのそのね、うん、あのお話ちょっと見たければまだアーカイブが残ってるそうなのでぜひポコチョの方であのダウンロードしていただいてあのちょっとそのねミスった画像をねぜひご覧ください、まあ、ちなみに滝はこれこれですね。ということでめちゃめちゃでかかったですよ。やっぱりさっきあの岐阜で見た滝のどうだろう3倍ぐらいはあったかな。あ、そんなに全然違った。うーん、大きい。確かに長さがなんかさっきの写真とちょっと違うそうそうちょっと違う感じがするんだけど、ね、なるほどなるほど。あ、和歌山は滝だけですか。いや和歌山他にも、熊野大社とか有名なところのお寺とかをね巡らしてもらってあとあの食事、やっぱり旅行といえば食事食べるじゃないですか、うんうんうん、で和歌山って何が有名なんだろうなと思いながら、うんうんうん、とりあえずお店に入ったらあの熊野牛って俺聞いたことなかったんだけど、うんうんうん、熊野牛っていうのがあったんで、あ、もうこれ熊野だから熊野牛、うんうん、もう買うしかないと思って、はいはい、それのカレーライスと他人丼っていうのがあったんです。他人、あ、他人丼、そう、俺そう他人丼って何と思ってそのお店限定でつけた名前やと思って俺大興奮だったんですよ、うん、ちょ見て見て見て他人丼だよとか普通親子丼ってお母さん、まあ、鶏と卵で親子丼じゃないですか、うん、それ熊の牛な、熊なんか牛なのか、ね、熊の牛と卵なんですよ。だから他人じゃん。あ、そういうこと他人丼なんだ。あ、そういうことか。なるほど。他人丼なんだよ。だからもうそのネーミングセンスに惹かれて、いや、これ食うわ、俺って言って。なるほどね。はい。それを食べたんですけど、うん。うん、まあ他人丼だね。それは どっちの感想で捉えたらいいのか分からないけど、まあ他人丼だったということで。はい、有名なんですかね、あっちでは。いや、分かんないけど、ちょっと衝撃だったよね。名前が、ネーミングセンスが良すぎて。なるほどなるほど、はい、そんな感じで、はい、であとはもう帰り道にこう今山、和歌山って言って山が多いんで山をこう通ってまた岐阜の方も山が多いんで、はいはいはい、山から山に帰っていく最中にふっと思ったのが、あ、和歌山と岐阜山が違うと思って。和歌山の方が、うん、まあ、イメージだとこうブロッコリーがあるとするじゃないですか。ブロッコリー、ブロッコリーがあるとしたらこの下の方を通ってるのが和歌山なんだよ。岐阜だとなんかもうちょっとブロッコリーの上の方通ってる感じなの。あ、そう、道の高さが違うってことその山のでかさが違う。あ、違う、逆か。山の高さがでか、山の高さが違って、和歌山の方が山が高いってこと。高い。あ、なるほどなるほど。高いしでかい、本当に。だからいつも見てるはずの山が全然違う山に見える。そういうことか。まあ、でも ね、岐阜のは岐阜の良さもいっぱいある。ありますね、うん、例えば例えばサルボボとか。あ、サルボボとか有名な、うん、でもね、配信でも前にサルボボの話したことありましたよね。確かしましたね。しかもあの、まあ、リスナーさんにサルボボプレゼントさせていただいたりとか、ね、そう岐阜土産がね、はい、あのプライズみたいな形でついてきたりすることがあるんですけど、そうですね、はい、サルボボ知ってる人少なかったですね。ですね。サルボボ知ってますか？なんかここちょっとないんですけど。死んがいるやろ、ここな。ないな。そう、ないね。でも愛知県の人は知ってるかもね。知ってるよね。東海はまあ、知ってるかもしんない。そう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 。っていう感じで。まあ、顔のない、なんか。あ、そうそう、顔がない。顔がない、なんか、あれだよね。何がモチーフなんだろう。わかんないんだよ。俺もわかんないんだよ。なんか猿なのか、なんかでも変な頭巾かぶってるしな。かぶってる。忍者みたいな。忍者なのか。イメージした感じなのかな。いや、わかんない。わかんないです。とにかく、まあ、そんな感じのね、よくわかんない猿ボボがね、有名な岐阜県です。はい。あと、食べ物も有名かなと。明宝ハム。明宝ハム。明宝ハム。うちではもうね、もうなんだ、こんなに明宝ハムばっか押すかっていうぐらい明宝ハムをしてますね。毎配信ぐらいであの企画配信やってるんですけど、企画配信のたびになんかやっぱさ、当たりがないと嬉しくないじゃん、企画配信、うんうんうん、とにかく当たりを作ろうと思って、一等明宝ハムそうそう、いつもね、そうそうそう、はい、あの出てくるの明宝ハム明宝ハム当たった人いますか、今まで。あ、何人かいますよ。あ、いますか、はいはい、何人かいますけど、やっぱ食べてあの美味しかったって言ってますね。あ、美味しかったって、うん、なんか薬派とそのまま食べる派、ね、生派っていますよね、はい、いますね。ちなみに俺は焼き、あ、焼き派、生派、うわ割れるわ
割れるね。配信中によく食べ物の話題がありますね、うん、ね、多いね、うん、出ることがあるんだけど、うん、結構なぎくんとみんな合わない、合わないそう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 合わない、ね、そうっていうパターンがねよくあの聞いてると、だいたいリスナーさん多人数 VS 俺っていう、そう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 、もうだいたいあのタケノコキノコの山の戦争だけでも、もうだいたい戦争起きてるから、あ、そうそうね、タケノコの山かキノコの山、キノコの山、あれ？キノコの山とタケノコの里じゃない？里か、里両方山違う里、タケノコの里、私はちなみにタケノコの里派です、うん、ってことは僕はキノコの山、ね、そう絶対ね合わないんです、大体キノコの山そうそう大体だからリスナーさんもサルボボってコメント打ってくれてるよ、それもあのタケノコが多い、タケノコが、ね、多かったよね、多かった、そう、タケノコが飼ってるっていう情報まであるって言われたからね、なんか Google で調べたらタケノコの方が強かったっていう情報が出てるからナギは負けだって言われたそうそうそうそこまで言われたら、あ、もう俺負けかと思いながらね、そうなんかね食べ物の趣味もねどうしても合わない、合わないね、そうでも結構配信中はそうやってその明宝ハムだったりとか、うん、まあそのサルボボだったりとか、うん、ティッシュもあった、私はティッシュしか当たったことがないんだけど、あのちなみにみーちゃんこのコナミンさんはあのとにかくねハズレを当てるのが得意なんですそうなんです、だからあのティッシュいっぱいもらいました私、はい、ティッシュですね、そんなプライズもあるんですけど、はい、あの結構ねあのなんていうの、奉仕、奉仕、すごい奉仕が多い、ね、配信というか、まあはい、やっぱり楽しくってなるとやっぱりね、みんなが楽しく配信していきたいなと思うとやっぱり少なからずやっぱ喜んでほしいんで俺も、うんうん、はい、みんなに喜んでもらえるように何かしら考えて、そう、たまにゴミが届く時あるけどねゴミね、あの俺の手作りのなんかよくわかんない手形とかねまあでもそれも青なぎのファンからしたらまあ嬉しいね、あのプレゼントだと思うので、嬉しい、うん、どうですかいや嬉しくないやそう、まあ明宝ハムなりサルボボなりティッシュ、ね、とあと旅行配信の時に買ってきたお土産とか、はい、あ、お土産配信絶対やってます、ね、そういうのもあって、はい、お土産でも当たったりとかね、うん、クイズ、クイズ、クイズ、まあ普通にくじとかあみだくじ、うんうんうん、ビンゴ大会、そうそう、ビンゴ大会、間違い探し、なぞなぞとかね、そう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 、うん、ジェスチャーゲームとか、そうそうそう、本当にいろいろやってますね、そう、そんな感じで遊びを見つけたら、そう、うん、なので楽しい配信なんでね、で、あのその配信で今後そう目指していきたいものがあるということで、はい、その辺のお話を、そうなんですか、あれね、いやいや、あります、はい、一応今ねポコチャっていうあのアプリで、はい、ライブアプリでライバーやらせてもらってるんですけど、やっぱりやるからにはね、あの一番上てっぺんを目指していくってことで、はい、今活動してます、まだ4ヶ月目なんですけど、もともとあのもう本当に別で YouTube の方で活動してたんですけど、そこからまあ移動してきて、今はそのもっと距離感の近いライブ配信でもっとみんなと仲良く楽しく配信していきたいなってことでね、はい、まあ、とにかく団結しながら一番上まで、うん、何年かかるか分かんないけどやっていこうと思ってます、そう、アルファベットでね、はい、一番下が何だった、言いたい、あ、そうですね、言いたいですね、そう、言いたい、 E で D、 DC, C B A S, S、ね、そう、はい、っていうところで S 帯の方をね目指して配信してるんですけど、どのぐらいでみんなね S 帯まで上がれるんでしょう、いやどうなんですかね、2年とかかけてる方もやっぱりいっぱい見えますから、そうなんだね、はいはいはい、なんかその S 帯になるといいことはあるんですか、なんか、いいことはですねやっぱり知名度ですかね、知名度が上がる、あとそのイベントとかに出た時に例えば渋谷の看板の、あ、乗れる、はい、乗れるとかがあるとやっぱ知名度上がってくんで、あの今後 YouTube とかも上げていこうと思ってるんですけど、やっぱりこうもっとみんなに楽しんでもらいたい、うん、一番はやっぱり、うんね、いろんな人に楽しいって思ってほしい、毎日そのなんだろう、20時半、ちょうどご飯食べ終わったぐらいから休憩して寝るぐらいまでの22時10分15分ぐらいまでやってるんですけど、このまあダルンとしてる時に毎日見たいと思える配信をしていきたいなっていう、今日もなぎくんの顔が見たいと、なんか違うね、あ、違う、あ、ちょっと違う、うん、今日もそうくんの顔が見たいと、うん、それもなんか違うね、お、コメント入りましたってはい、コメント、コメント入りました、ありがとうございます、何ですか、見てますって来たよ、
リーパンちゃんからリーパンちゃん見てます、ありがとう、見てます、みんちゃんだよ、なぎだよ、ありがとう、ジェスチャーゲームしないんですかって、ジェスチャーゲーム今しないんですかって持ってないよ何にもない、何にもないよ、ごめん、いやちなみにね今回一応2人来る予定だったんだけど、ちょっとあの相棒のそうくんが来れなくて、もし来てたら3人でね絵しりとりする予定だった、うん、あそう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 、もっともっと急遽ね雑談になったけど、もう雑談で我慢してごめんねリカちゃん実はあの配信中に今ちょっとねやってない、やってる絵しりとり、あ絵しりとり今月はやってないけど やりたいんだよ、そう絵しりとりっていうのをやってまして、毎日リスナーさんと、一緒になんだけど、うん、誰か一人が絵を描く、何月5月、うん、5月、何から始まっ、最初って何から始まったんだっけ、最初ねしりとりのりから始まって、まあそこのリスナーさんがリスを描いたんですよ、でリスをアイコンにして帰ってきて、みんなこう何かって言わないよ、言わないようにしてあえてパッて見るじゃないですか、あ、うん、リスやわってみんな思いながら、そう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 、次誰が行くみたいな、そうそうそう、あじゃあ行くわみたいな感じでこうリスナーさんが次手あげるから、 その人じゃあ明日ねみたいな感じで、リスで続きですかみたいな、でまあスズメとか書いて、そう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 、次の日アイコンする、みんな見る、あすすめねって感じで、そうそう、まあ、どん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 毎日ね、そうアイコンでそうしりとりをするっていうのを実はやってて、それを3人だったら、ね、今日この場でちょっとしりとりをねやれるかなと、ここでね2人でやるそう思ってたんだけど、ちょっと今日はね、はい、あの2人なんでちょっと雑談の方でさせていただいたんですけど、はい、そんな感じのこともやってて、まあ、でもあの絵しりとりの時のあのなぎくんのねあの絵のね絵のなんていうのかな、あの独特な、ね、独特な、うんうん、そうイラストレーターさんですからね、あのうまいんです、本当はうまいんです、でもあのそうあのポコチャの時に描く絵はちょっとなんかなって全然わからないんです、はい、答えがっていうなんかことになってて、わかんないからあの大事だからみんなすんなりいっちゃったら、ね、あまたコメント入ったよ、またコメント入ってきましたありがとうございます、誰だ誰だ、ありがとうございます、ありがとうございます、次はおジャスミ、ブロッコリーの例えがちょっとわからんすね、山のブロッコリーで想像してとりあえずそうそう山ちょっと私もね突っ込めばよかったんだけどね、ちょっとんって思ったよ、思ったよ、そうあの山の例えをなんかブロッコリーって言ったやつね、ごめんなさいジャスミジャスミごめんねあのもう一人あの一番面白いリパンちゃんのわら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 って何出たリパンのわらわらそうあのね、ひたすらダブルが並んでた今ねこうポコチャのあのリスナーさんたちがねこうやってコメントをねツイッターの方で送ってくれたんだけど、はい、ありがとうございます、リパンちゃんのわらわらは定番でございます、はい、ありがとうございます、あの枠来てくださるとね大体わかるのがあのもう大文字のダブルが並んだらリパンちゃんって認識してくださいね、そう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 あのもしかしてリパンちゃんとジャスミンも有名になっちゃうのか、ここで名前的に有名になっちゃうかもしれない、そうそうみんなで、ね、皆さんぜひね、ジャスミンリパンちゃんに会いに来てくださいそうあのあ本当にでも配信であのジャスミンってねすごくねあの青薙のことを応援してくれてるリスナーさんがいるんですけど、そうですね、本当にねあのジャスミンに会いに来るっていう方もいるぐらいひどい話だけど本当にそうなの俺が配信つけるじゃんへーっつってこう、そうそうそう、お誰々来てくれてありがとう、なんだジャスミさんまだ来てないのかそうそうそうおかしくないんだ、リスナーに会いに来るっていう、ね、第一声そこみたいな俺はみたいな、そう、そういう方もいらっしゃいます、それぐらいね、それぐらいね、あの、うん、青薙枠の、あの重鎮でございます間違いないそう本当にあの楽しいね配信をねしてもらってる、してもらってる、私がなんか提供してるみたいな言い方しちゃったんだけど違う、私もリスナーとして見させていただいておりますあれよね、リスナーさん同士が仲良くいられてる枠だよね、本当にね、そう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 、本当にみんなが仲良くできるっていうのは、そう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 、うん、あの正直自慢です、ポコちゃんの中でもうちが一番仲いいんじゃねって正直思ってた、そう、あの、はい、なんだっけ、団結力、団結力、うん、そう団結力と仲の良さね、みんなの絡みが、はい、売りです
無理です、よろしく、うん、ちょっと私はね、他の枠をあんまりのぞきに行ったことがないから、ちょっと他がね、どういう枠なのか私はあんまりちょっと見たことないんですけど、私はあの基本あんまり見たことないよ。あ、ない、あれ、ない、なんとなく感じただけだから。そう、あの青投げ推しっていう感じでね、私も行かせていただいてるんですが、あの本当に楽しい配信を、あの昼間は一人でされてるんですよね。だいたい、そうそうそう、はい、夜は二人でやられてるんですけど、そうですね、はい、そうそうそう、もうね、夜ね1時間半、昼ね俺なんなら7時間17時間とか14時間かマックスね、配信させていただいたんだけど、ね、うん、すごいよファン夜の1時間半しか出ないそうくんのが人気あるから。そこ、それね、なんだろうね、なんでだろう ね、 なんでだろうね、俺の方が合ってるはずなのね。うん、あの会えば会うほど好きになるって、あのよくあるじゃないですか、うん、恋愛テクニックのね、うんうんうん、会えば会うほど ね、 ね、好きになりそうなんだけど、おかしいね。こちらからも画伯っていうコメントがね、はるちゃんから来てますよ。画伯、画伯、あ、イラストだね、イラストの話から ね、 ね、ありがとうコメント。そう、今日はイラスト描けないけどね、うん、そうですね、そうそうそう、みんなありがとうございます。これ写真はもうこれで終わりだったかな、写真もうないんじゃないかな、写真はもう、うん、はい、OK です。はい、そう、あとは何か伝えたいことありますか。伝えたいことどうだろう、え、逆にコノミンさんから見てどう、俺の枠に何か質問あります、逆に。え、私、質問、うん、いやー、十分ね楽しませてもらってるのでね、質問か。あ、でもよく言われるのが1個あるわ、よく言われるのが2人でいるでしょ配信、うんうんうん、あの打ち合わせしてるでしょ、まあ、こんな感じだね、打ち合わせしてるでしょって言われる、うん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 、全くしてないね。もうね、なるほどね、そう、直前5分前までみんなのそれぞれゲームやったりとか、うん、それぞれ携帯やったりとかしてて、やっべ配信時間のパッて並んで、はい始まりましたから入るから、もうね全部アドリブだね。あ、そう、あのね、これ別に悪いこと言うわけじゃないんだけど、よくね遅刻してます。あ、配信時間によく遅刻してます、あの彼は。髪の毛やるの忘れてた。あの髪の毛びしょびしょの時もありましたね、ありますね、なんかね。そうそう、まあでもあの本当にね、あの素が見られるっていう感じではいい部分なんじゃないかな、こうかしこまってない、そうそう、このままの俺たちをね、はい、提供します。そうそうそう、それってあの凪くんとそうくんのこう、うん、なんていうの、うまい、なんかこうなんていうの、あの16年のこの仲の良さから出るような、まあそうだね、うん、それは不思議なあのコンビネーションというか、また全く違うしね、そうそう、俺とそう、その今来てないけど、そうくんっていう相棒と俺がもうキャラが全く違うの、うん、俺がまあこんな感じなんだけど、見ても通りね、うんうん、適当な、でもう片方のそうくんはなんてのどんな感じ、この皆さんが俺とそうくん、じゃあ、いや両方聞くわ、もうここは、はい、俺とそうくんの印象をお願いします。いや、もう凪くんはもうこのままじゃないですかね、このままこのままを、それ褒めてるの、褒めてる、褒めてる、うん、伝わりますか、多分見てる人は伝わってると思うんだけど、このままそうくんはね、あのさ、面白いんだよね、そうくんって、面白いね、そう、うん、なんかお笑い芸人っていう感じではない、違うね、そうではないんだけど、なんかね、そう、ポロッと面白いことを言うっていう、でも爽やかで、うん、爽やかイケメンじゃないですか、そっちの方が褒めてんね、やっぱり。違う違う違う、凪くんがイケメンって言って、あ、イケメンじゃないって言ってるわけじゃなくて、うんうんうん、イケメンです、もちろん、うん、あなたはもちろんイケメンです、ありがとうね、マリアね、もう言わせてくれます。そうそう、そうくんは爽やか、あ、ちなみに一番最初にお見せした、あの私のあの帽子をかぶってもらってる男性の写真あったと思うんですけど、一番最初の、はい、もし出せたらでいいで、出せたら、その写真実はね、そうくんがかぶってるんです、はいはい、さっき出たね、そう、実はそうくんにモデルをね、一度お願いしまして、まあ、後々ね、なげくんのも載せようかなと思ってるんですけど、そう、コロルのね帽子をかぶって、はい、そう、なんなら配信でもね何度か出てます。そう、配信でもかぶっていただいて、俺の おすすめのコロルの帽子も新作で、俺がもう先にちょっと先取りしてきてるからって言いながらね。ありがとうございます。あ、これこれこれ、あ、それですね。こちらの写真、はいはい、実はね、そうくんがかぶってくれてますね。そうですね。かっこいいわ。いやいやいや。爽やかやわ、いやいやいや、そうくん、ありがとうございます。だいたいこんな感じのね、扱いされてるから。てリアルタイムだからハプニング満載ってきてるよ。あ、今も今もハプニング満載、まあ、いきなり画像違ったからね。そうだね、はい、イラストの画像です。はい、コスプレですね。そうそう、まあ、そういうね、そうそう、いつも青投げこんな感じなんで、ハプニングも楽しんで、まあ
いただけるような、ね、アドリブなのがねやっぱハプニングつきものだからね。そうそう、旅行なんてもうどこ行くかも決まってないから、どこ行くってみんなに聞いてね、うん、結局決まらずイオン歩いてる時あるからね。白井県行ってイオン行っても大体同じだから、ね、中身はね、はい、あ、コメント来ました。ありがとうございます。めちゃめちゃコメントくれるじゃん。ありがとうございます。いいぞ、このみん、そう、今日もっと褒めて。じゃあすみから褒めていただきました。もっとそうくんを褒めて。いないんだから、いないそうくんね、いない人褒めないって言うから、ちょっと誰か、ちょっと次のコメント待ってます。なぎ褒めてね。なぎ推しの人募集です。ね、いないね、なかなかね。なかなかいないね。そうだね、そう、はい、でもね、本当にね、なぎくんは本当にこのままです。本当に、褒め言葉、ちなみに今日初めてお会いしたからね。あ、そう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 、そのまんまだったわ。そう、電話とかね、こう声だけは聞いたことはあったんだけど、そうだね、うん、そう、お会いしたのは今日初めて。初めてです。そう、初めて。そのままです。変わらないです。うんうん、ちなみに、どうですか？そのままですか？そのままですか？そうですか、うん、そのままでした。ありがとうございます。はい、お互いそのままということで。あ、あと枠の注意点があったわ。枠の注意点。注意点、はい、ぜひお願いします。うちの枠ね、主に俺が喋ってます。はい。もう聞いてくれてる皆さんね、もうおそらく俺の滑舌に気づいてますね。あと文字のね、言葉の間違い、はい、基本読めないです。よくコメントを読み飛ばしますのでね、読み飛ばし、読み間違い、はい、英語カタカナ日本語漢字読めないんで、もうその辺気をつけてください。あとはもう聞き逃して1週間通ってみてください。1週間後聞き取れるようになります。1週間後好きになります。聞き取れるようになりますね。そうね、これが注意点ですね。3日通ったら癖になるんだっけ。3日通ってもね、まだ言葉がね聞こえないかな。聞こえないか。まだ1週間でお願いします。1週間でね、多分聞き取れるようになると思います、うん、そう。でできればぜひね、そのさっき出してもらったの船にみんな乗っていただいて。そうだね、ね、青なぎの船にね乗っていただけると嬉しいですね、これからですね、うん、はい、まだもね、S隊までもうちょっとね、まだまだもうちょっとね、頑張らなきゃいけないところなんで、これからも。あ、これ、ありがとうございました。ね、ちなみに今ね、言ってたジャスミちゃん、この真ん中のさ、俺がまあ、おそらくこの猫のキャラクターってわかると思うんだけど、で、隣がね、この鳥がそうくんなんだけど、まあ、表情そんな感じの顔してんだ。うんうん、この上にいるジャスミ、こうやってやってる子いるでしょ。あれ、ジャスミちゃんです。はいはいはい。はい、リバンちゃんはまだ、リバンちゃんね、今月乗るんですよ。おー、乗ってない。そしてさっきね、ポロルの方でコメントをくれてるはるちゃん、はるちゃんね、ちょうど泳いでます。はるちゃんは泳いでます。浮き輪で泳いでます、はい、そう、これもね、実際にリスナーさんの顔って知らない、ね、知らない人と知ってる方がいる、ね、方もいるんですけど、はい、知らない方はお二人の想像で描いてます。そう、絵を描かせていただいてるっていう感じなんですね。そうですね、はい、うんうんうん、だから好みさんもね、そのうち乗ると思うんでね、来月乗りたいな。30日頑張らなきゃな。井上楽しみ、はい、もう今実際会ってるからね、より似せて描けると思うんで、うん、ありがとうございます、はい、何の動物になるのか。あ、動物にならない可能性もあるのか。可能性もある。今回あんまり動物じゃないんだよ。前回が結構動物チックだったんだけど、はあ、そうだそうだ、うん、なるほどね。どっちでもいけるよ。そう、自分のイラストを描いてもらえるっていうね、はい、それもなんか3ヶ月頑張ったら描いてもらえるのかな。そうですね、うんうん、もうだって1ヶ月で描いてたら次の月俺に会えないじゃん。もしかしたらね、もうこの人会えないのに描いたのってなっちゃうと悲しくなるじゃん。ちょっと3ヶ月俺のこの滑舌に付き合えるならまあいいかな。大丈夫大丈夫、そんなね、言うほど多分滑舌悪くないから大丈夫よ。聞こえてる聞こえてる。あ、私はもう耳が慣れたのか。慣れてると思うね。あ、そういうことか、うん、多分今聞いてくださってるね、方たちね、なんて、うん、って多分言ってると思いますよ。なるほど。そうそう、街でね、この猫マスクのマスクしてたら、なんか声をかけてあげてください。多分俺ですね、間違いなく。多分いないよね、なぎくんぐらいしか。いない。面白かったのが、福井の方に行って魚市場歩いてた時に、こう魚市場ってこう安いよ安いよみたいな流れあるじゃないですか。これで配信しながら行ったら、わっ、お兄さん猫でしょ、魚好きでしょ、買ってかない。なるほど。
いや、好きで魚好きでしょ。だいたいどこのお姉さんにも言われましたね。なるほどなるほど、そういう売られ方をするわけですね。で俺は、好きやけどやめとくわって言って歩きました。魚をね、ちょっとね、なかなか声かけられないなって、魚飼いたいけどなかなか飼いにくいなっていう人、ぜひね、猫のマスクをしていただくとね、これしたらまず安くしてもらえるから、間違いない。そう、ぜひやってみてくださいね、はい、いいアドバイスいただきます。ありがとうございます。あ、コメント入りました。ここでコメント、ここでコメント来ました。ありがとうございます。ナイくん素敵、ありがとうリパンちゃん。リパンちゃんからナイくん素敵、無理やりね、言わせてくれ。その下にね、リパンちゃんのナイくん素敵の下にね、ジャスミカン嘘つけって聞いてる。なんでやねん、なんでやねん、そこでコントやんのやめてもらって。ありがとうございます。もう間もなくね、あと5分で番組が終了となる。早いね、早いね。今日何何分これ、これ50分、50分の番組です。50分あった、あっという間、あっという間、ね、言い残したことはないですか。いっぱいありそうだけど、もう残りはね、皆さんポコチャで話しましょう。いい終わり方する。あ、うまいわ、今の俺はうまかったわ、ほんま。本当皆さんね、もしポコチャはね、まだダウンロードされてないって方、ポコチャってだ検索したら出てきます。検索したら出てきます。こちら、検索していただいて、ぜひね、ダウンロードしていただいて、ぜひ、青なぎったんばっこんでよかったですか、はい、青なぎったんばっこん、または青なぎチャンネルだね。はい、検索してもらえたら出てきます。書いておきますか、はい、青なぎったんばっこん書きますか。ここちゃってね、タグっていうのがあって。ハッシュタグ。そう、ハッシュタグにね、青なぎったんばっこんで出てくるんだね。そう、青なぎったんばっこん。しっかりそれ書いてくれるんだね。青なギッタン、あ、ちょっと入らないわ。ギッタンバッコ、バッコ、なんで青なギッタン、わかんない、誰かが言い出したんだよ、これも。青な、ちょっと私の字の下手さが目立ってしまいますが、はい、ぜひ皆さんね、こちらのね、はい、青なギッタンバッコンで見にくい見にくい、太文字の方だから使うんだ。太文字使えばよかった。青なギッタンバッコンでぜひ検索してね、はい、ここちゃんの待ってます。ぜひなぎくんとそうくんに会いに来てください。リスナーで私もいますので、ぜひ声をかけていただけると嬉しいです。はい、そう、いろんなイベントをやってるので、楽しんでいただけると思います。はい、はい、あれじゃない、このみさん、また近々帽子の件売りに行くんじゃなかったっ。あ、そうです、 ありがとうございます、売っていただいて。実はですね、私ごとになるんですが、9月1日の金曜日、9時半からになるんですけれども、若宮の森マルシェということで、若宮八幡社というところで、マルシェに参加させていただいております。いただきます。そう、こちらの帽子などが、数はね、ちょっと今回たくさん並べる予定はないんですが、こちらの子供帽子、一応ね、オーダーで大人、そうそう、なゆくんかぶってくれてる、そうそう、この可愛いでしょ。そう、そう、一応ちょっとキャンディーっていうね、名前をつけておりますが、そう、キャンディーっていう名前をつけておりますが、このどんぐり帽子、ちなみに帽子はね、オーダーも受けたまわっておりますので、よかったらぜひ見に来てください。見るだけでもね、ぜひ遊びに。ちなみに俺も行くんで、ね、そう、なぎくんもなんと、私もさっき知ったんですが、来てくれるそうなので、皆さんぜひね、なぎくんに会いに来てくれてもいいよ。一緒に帽子買おうか。一緒に帽子ね。そう、子供の帽子かな、ほとんど多いのが。大人帽子はちょっと数少なめにしてるんだけど、またなんかね、希望があれば。ちょっと色がね、ありすぎて全部出せないんだよね、なかなか。そうそう、だからやっぱりちょっとオーダーでやってますので、ぜひ9月1日9時半から3時までやってますので。結構長いね。長いでしょ。多分一人で長いね。俺9時半から3時まで入れる？入れないと思う。多分そんなにね、たくさん出店数もそんなに多くないと思うんだけど、そう、でもキッチンカーもあるから。あ、じゃあ入れるね。あ、そう、いや、あ、配信でもしたらどう？あ、じゃあ一緒に追加しといて。追加で、ポコチャの配信をぜひね、してもらえると。もしかしたら、ナイ君がポコチャの配信をしてるかもしれません。なんかね、
ね、こう並べながらいらっしゃいいらっしゃいっつって、そうそうそう、もしかしたらやってくれてるかもしれないというあの風景が見れるかもしれません、はい、9月1日9時半から3時15時まで、はい、若宮八幡社の方でぜひよろしくよろしくお願いします。しますちょっと俺も帽子かぶってください、ね、ああいいね、あどんぐりね、どんぐりになってきた、そうそうそう、どんぐり帽子かぶってきてくれるそうなので皆さんぜひ、まあ、会いに来てくださいでもいいし、でももしかしたら配信ねするかもしれないから、配信で売るか配信で売るか配信で売るか配信でもあの、ね、ぜひね見ていただけると、ジャパネットナギするジャパネットナギぜひよろしくお願いします、ね、9月1日1日のみジャパネットナギ開催されますので、はい、ぜひよろしくお願いします、お願いします、お願いします、そしてもありがとうございます、ありがとうございます、本当にあのポコちゃんの方もねこれから頑張ってよろしくお願いします私も応援に行きますので、はい、そして皆さんもねあの毎日遊びに来てほしいな、来てほしいなコメントありました、ここでコメント、コメントちょっと終了直前でした、コメント入りました、最後のコメント、はい、最後のコメントありがとうございます、ジャスミン、ジャスミンから、お、終わり、アズリエフェムさん、コメントのたびにプリントアウトしていただいてお手数かけました楽しく拝見させていただきました、お邪魔いたしました、だそうです、早いな、ありがとうございますありがとうございます本当になんて素敵なコメントをくれたの、ジャスミちゃんやっぱりね、うち治安いいでしょそう、こういうね素敵な方がねたくさん集まってる配信でございます、自慢のリスナーさんしかいないから、はい、そう、そんなリスナーさんにも会いに来てね、はい、毎日8時半からです、寂しがりだから毎日ねいやめんどくせえわと思ってるよ多分今見てる人ねいや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 、たまでもいいからね、うん、これが癖になるということでぜひまた遊びに来てください、本当に今日はね、ありがとうございました。突然のお誘いに来ていただいて本当にありがとうございます。生配信ってことを今日知ったみたいなので、びっくりだね、うん。練習されるもんだと思ってるから。そう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 、あの顔がどんどんこうやって曲がってくときに。言ったんだけどな、私生配信って言ったんだけどな。そうそう、うん、聞いたような気がするんだけどな。そう、こんな感じで、やってこれからもやっておりますのでよろしくお願いします。月に1回、私のチャンネルは配信されますので、ぜひこのみんチャンネルも今後とも、なぎくんともによろしくお願いします、お願いしますあってことはまた俺出るな、そうね、さようならまたね。